混沌の時代。ご主人様。ご主人様、大丈夫ですか？しっかりしてください。早くここから逃げないと。モナの言う通りです。急ぎましょう。今です。攻撃を。その程度か。この程度では足りぬ。簡単にはいかない。ダミに任せて。これが死か。よくここまで来れたね。でももう先には行かせないよ。選ばれたってのはそいつ君たちの考えること。ご主人様、このままだと全滅です。これが最後だと思って。聞いていない。失望したよ。では息の根が止まるまであと2秒。僕が治める魔界は楽しい夢だよな。だったらまだ寝てて。実はバイトの時間だった。世界は欲望に満ちている。それだけは。魔界も人間。やっと外に出てくれましたね。早速ストーリーへ行ってみましょう。ついに繁華街に到着。ここは悪魔にとって楽園です。なぜって、それはたくさんの欲望が。早速チュートリアルを始めます。久しぶりの人間界です。いや、ご主人様の行く手にはたくさんの試練が待ち受けていますが、何の手と手を取り合って試練を乗り越えていきましょう。盛り上がってるところ悪いけど。戦闘が始まりました。下にはご主人、上に見えるのが敵とメンバーたちは自動。時間が経つとゲージが。よくできました。ノーマ、今度はクリティカル。ノーマルスキルは
なかなか。もうお気づきとは。スキルの準備ができましたね。スライドスキルは。よくできました。今度は勝利への鍵、ドライブスキルを発動した後、モナにお任せください。よくできました。それではフィーバードライブスキル使用。フィーバータイムはこの今回は特別に、モナにお任せください。フィーバータイム、もっとサクサク戦闘を進めたい。実はですね、フィーバーと指が痛い時や、ちなみにモナは連打する人の方が素敵。素晴らしいの一言に。でも、な、何か。それではもう一戦いきますよ。今、ちょっと待ってよ。本当に。もちろんです。ガイドを終了しても問題ないですね。どうだい、俺はやれば。本当に誇らしいです。ここまで頑張ってくださった可愛いご主人様のために、すごくいい感じ。ご主人様にふさわしいチャイルドが召喚されましたね。下にあるメニューのチャイルドからチーム編成を行い、召喚、多くの人間と多くの欲望、そこに需要と供給が生まれるんです。悪魔の力を必要としている人間を探し、その欲望を満たしてあげ、それこそがこの世に。チャイルド、かわいいご主人様、we
くいい感じ。弟子の頼みなら。まだ振り子なあ、もう。あら、ダンジョンの扉がうわ、オートスキルをタップすると私をいじめるんだ。モーナにお任せください。